はい、というわけでカッチンです。今、鹿児島中央駅付近に来ています。皆さん見てください。お願いします。地下におりますよ。どこに行くのかな。さあ、鹿児島中央駅の地下街です。さあ、すごい、わあ、遠いんだよね。さあ、アミプラザ鹿児島に着きました。さあ、今日は平日なんでね、人が少なかったですよ。じゃーん、そして鹿児島中央駅に行きます。わー、めっちゃ今日は人が少なかった。平日だからね。わー、グルメ横丁行きます。さあ、十吉そばに来ました。すごい、この間十吉そばに来た時の回想シーンです。これはね、本店ですね。川鍋峠の本店に行った時の。すごい、めっちゃ綺麗だったね。桜島と鹿児島市内が見えますよ。わー、すごい、すごい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 、そしてそばどころ十吉に来ました。さあ、美味しそうだね。めっちゃ美味しそうだったよ。さあさあ、店内はこんな感じです。カツ丼そば付きを頼みました。めっちゃ美味しそうだ。うわー、めっちゃ美味しそう。さあ、まずそばを食べます。ほら、わっつうま、わっつうめね。この汁がわっつうまいんだって。ほら、わっつうま。さあ、カツ丼を食べますよ。うわー、うわー、ほら、うわー、わっつうま。うわー、うん、なんつはならんぐらい美味しいわ。うまっ。こんな感じですよ。めっちゃ美味しそうだよ。ほら、カツ丼めっちゃうまい。わっつうま。うわー、うん、うわー、今見ても食べたくなるよね。わっつうめ。そばを食べますよ。うわうわ、これも美味しそうだね。え、ほら、田舎そばだからね、ちぎれちぎれなの。わっつうま。ほら、わっつうめ。うわあ、早送りをします。うわあ、うわあ、カツ丼がね、食べたかった。もう久々にカツ丼食べましたよね。うわー、めっちゃ美味しい。十吉そば
鹿児島中央駅店は4ヶ月ぶりに来ましたね。え、来たかったんだけどね、めっちゃうまね。え、このね、あのカツ丼とそば付きで1200円ぐらいで食べれましたよね。え、安くない？わっつうまね。え、うまっ、昔はあまりカツ丼が好きではなかったんですが、最近は大好きになりましたね。え、めっちゃうま。昔はね、お母さんがカツ丼を弁当にまで入れました。だからあんまり好きじゃなかったんですけどね、最近はわっつ好きなのね。え、わあ、わっつうまかった。うわ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 。うわ。そしてこの汁がわっつうまいんだって。うわ。ごちそうさまでした。最高。チャンネル登録お願いします。